そもそもこの30年間、消費税が、社会保障に使われたといえば大嘘であります。その分、超大手企業、超大金持ちの税金が負担が減らされると、でございます。それだけの話であります。超大手企業の税金、負担、あれは超大金持ちの皆さんの負担が減り、庶民の負担はどんどん増えていく、こういうことです。これも、まだこれから続くということです。消費税を上げるというのに、例えば、安倍政権は常に社会保障の改悪、そういう議論を時にしました。介護保険、業界の1、2の人への、生活支援の意識、そういったことも検討しているわけです。確か介護保険に行ってもいろいろいらっしゃるわけで、総理の公約です。ご家族の介護のために、職を辞めざるを得ない、そういう人をなくします、そういうふうにおっしゃっていました。しかし現実はそれとは逆の方向の、ことをしだしているというのが実態であります。あるいはもう、本当に生活がギリギリで離職すらできない、本当にもう親をほっぽくしかない、そういう状況の人も、この介護保険解約で発生するでしょう。やっぱり大変な事態です。おはようございます。このことを一つをとっても、全く消費税増税ということの会議は消失いたしました。そもそも消費税というものも、例えば、この10月からこういうことを想定しました。よりも低所得の子家庭のお年寄りも赤ちゃんも 10% の荷物が払う、ちょっと荷物の使う荷物には 10% の税金がかかる、一方で超大金持ちの皆さんがおせち料理を頼む、甘いとする料理を頼んで、食品という扱いで 8%、まさに本当に超大金持ちの食べる料理の方が実は超
方が、公平だったのではありませんか。昔の物品税の方が公平だったのではありませんか。軽減税率で、ができるぐらいだったら、非課税と課税が対象が分かれる物品税を復活させる、それだって、不可能ではないはずであります。最初から、面倒くさい、軽減税率、そういうものをやるくらいであれば昔のような物品税的なものに戻す。ヨーロッパの国でも、例えば、今一騒ぎになっているイギリスでも食料品は非課税、食料品と本と 教育費ですか、こういったところは非課税であります。多くの国に見習って、物品、昔日本でも昔あったような物品税みたいな形の、消費税、あるいはさらに言えば、この30年間、どんどん軽減されてきた超大手企業の負担、いわゆる課税ベース、これを再び拡大する、これが大事ではないかというふうに思います。あるいはグローバルな企業、いわゆるナンバー、Google、Amazon、Facebook、そういったところ日本で儲けていながら、税金を国に納めていない、そういった会社についても国際的な話し合いを見て、しっかり税金を公平に納めていただく、ということが必要ではないかというふうに思いますが、皆さんいかがでしょうか。うちの皆さん、年収100億円以上の皆さんは、例えば年収100万円くらいの人に比べて社会保険料と所得税、地方税、合わせた税負担、実際には軽くなってしまっています。これも大変不公平な税制であります。地方大金持ちの皆さんには、この社会保険料負担といったものは増やして、無償で増やして、あるいは、株、の売買といったもので、分についても総合課税をして、そういったことが必要ではないかというふうに思います。株、についても総合課税をやっていくということが必要ではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。20% 納めればいいというのではなくて、どんな、おはようございます、超大金持ちでも、20% 納めればいいというのではなくて、総合課税で、しっかり公平に納めていただく、せめて庶民並みに公平に納めていただく、大超大手企業にも、せめて中小企業並みに公正に納めていただく、これが必要なことではないかと思います。おはようございます。また農業の問題、本当に畜産物の関税、これを引き下げて、さらに飼料用のトウモロコシを買うわけが分かりません。関税を引き下げたら、また畜産業、日本の畜産業は壊滅する。なのに飼料用のトウモロコシをさらにアメリカから買います。わけが分かりません。本当、トウモロコシがあり余るだけということになってしまいます。
程度に、頑張っていただければと思います。そしてしっかり給料を上げていくということも大事であります。給料が上がらなければ年金も、下がる、これは当たり前の話であります。給料をどんどん下げていく、この30年間おはようございます。お仕事やお勉強本日も頑張ってください。無理のない程度に、頑張ってください。給料がどんどん、この30年、下げてきた、そういう仕組みにしてきたんです。法律を変えて、いわゆる非正規というものを増やして、どんどん、給料を下げてきた、まあ、非正規を増やすことでまた正社員の人の給料もお前正社員なんだから我慢せえということで下げたり、まあ、ブラックな労働条件を押し付けてきた、そういったこの30年間の政治であります。これをしっかり改めていかなければならない、そういうふうに思います。足りないのは、まあ、給料と労働環境です。人手不足と言いますけど、足りるのは、まあ、労働環境で給料ではありません。33カ国中32ということであります。これはもう日本人にとっても同じような話ではないかと思います。しっかり変えていくということが必要ではないかと思います。この30年間の非正規増やしていき、そして給料を下げていく、そういった政治を改めていくと、そうしなければ庶民も安心して消費はできないし、将来の年金も、下がる一方であると、こういうことに、なります。足りないのは人手というよりは給料と労働環境であるということを、私、訴えたいと思います。広島産業市民連合、働く人の生活、向上、これも、大きな目標として掲げ、させていただいております。公民館におきまして、広島産区市民連合、野党は共闘、広島産区市民連合の総会も予定しております。
皆さんと一緒に、心合わせある皆さんと一緒に、広島3区から、政治を変えていく、その先頭に私、佐藤秀一も、立って、まいります。ご通行中の皆様、そして通勤通学途中の皆様、本日もお仕事や勉強無理のない程度に、頑張っていただければと思います。最後まで、ご協力、ご清聴誠にありがとうございました。